と葉月舞香のパフォーマー天国カッコ仮始まりました。ちょっと2回目放送ということでですね、このスタイルも何なのかと思うんですけど、皆さんの、想像の斜め上を行く番組を目指しておりますので、葉月さん、最近何か面白いことありましたか？面白いことですか？特にない。最近は特にないかもな。すごい無茶ぶりだったので失礼しました。だから世間話をしようと思ったんですけど、はい、僕は面白いことは何だろうな、なんか昨日ゴルフに行って日焼けしたぐらいな感じです。何年か前、中学の友達とゴルフに行きまして、ちょっとこっちですね、日焼けしたみたいな、この境界線が、こっちです、この境界線がですね、すごいですね、こことここの間がなかなか結構な感じになってると思うんですけども、なかなかまあ日差しが強くてですね、あれだとちょっと渡りづらい感じで申し訳ありませんでした。ゴルフするんですか？ゴルフ、僕ちょっと中学高校でゴルフ部でしたんで、そうそう、当時はあれですね、今ね、石川遼プロとかが子供の頃からやってて、別にこういうスタイルっておかしくはないんですけど、子供の頃によくね、コースに行って球拾いとかしてやらせてもらったんですけど、そういう時に結構白い目で見られたりしましたよね。なんで子供がいるんだみたいなね、っていうのはありました。でもなんかそうですね、親の期待にもこう耐えられず、なかなかゴルフのプレイヤーとしてはダメだったんですけど、そうですね。でも最近はもう忙しくてクラブで行く機会もないですね。音楽活動もね、そんな感じですね。なんかそうで、今日はなぜこんな格好をしてたっていうと、パフォーマー天国っていう番組なので、実際になんか パフォーマンスっていうか、みんなである、一曲について考えて動いてみたらどうかみたいな企画でした。でちょっと運動しやすい格好でね、遠足でよく言う運動しやすい格好にしてくださいの、運動しやすい格好で、我々の頭の中で運動しやすい格好ってこうだったみたいな、こういう感じだった。特に今日ちょっとポイントなんですけど、これ立ってちょっとぐるっとってやった方がいいと思います。じゃあこれ最初、ポイントはここですよね。まずここ、私の大好きなしょぼんもあり、まゆかと書いてあり、で後ろですよ、後ろ、じゃらん、はい、あとは眉間結霜って書いてるんですけど、これはファンの方がそう作ってくれたんですよ。それで今日着てきちゃいました。すごいですね、もう愛が感じますね。それでちょっと今チャットが入っていただいたんですけども、あ、Nさんいらっしゃい、はい、いらっしゃい、ゆっくりしてってね。僕さっきご覧の通り、これはAC ミランのサードユニフォームの、多分ね2007年版ぐらいのやつだと思うんですけどね、オペル、今オペルじゃないですけどね、まあこんな感じですね。別に誰も僕 の格好期待してないと思うんですけども、今日はあれですね、赤 と、青と白じゃなくて赤と黒ですね。赤と黒ですね、今日はね、ちょっと燃える男の感じは赤と黒でですね、ドストエフスキー、違うの、まあ、いや、とんでもないです。N さんが、はい、今日は会場に行けないのですが、行けなくて家で見ていますよ。ありがとうございます。ます会場に来ようという気持ちがちょっとでもあっただけで、私たちはすごい嬉しいですね。ありがとうございます。そしてミラノの方なんですね。そうですね。なんか格好だけだったらサッカー選手みたいですよね。そうですね。ちょっとこのあれとかですね、ヘアバンドとかですね。あれこれちょっとこうやってやると80年代チックなので、あれですね。アイドル的なね、そこで短パンだしね、アタックなんだかしゃあなすやん、まあいいや、言葉が出てこない、大丈夫です。最近ちょっとなかなかね、反射神経が遅くなってきた、頭に、さて、今日はちょっと一曲何か実際にパフォーマンスができたらいいなと思いましてですね、ちょっと曲を用意しました。なんか前回ちょっと私あれですね、葉月さんの放送に出た時、まあ、割と、はい、グダグダ感がありましたので、ちょっと今回はちゃんときっちりやろうと思ってます。パフォーマンス、やっぱり私は動いてなんぼの人なので、ちょっとパフォーマンスがうまくで説明できたらなと思って作ったんですね。今日はどのような曲ですか？今日はですね、はい、この間の放送でやりましたウィンターテイルズという曲をですね、ちょっと実際にやってみようかと思うんですけれども、それで、その振り付けの、まあ、途中まででもいいので、ちょっとなんか
歌詞を見ながら、うん、でそれでなんか会場で皆さんと一緒に何か、あこの人こいつこういう動きするんだみたいなところがあると面白いかなと思いまして、うん、作ります。ちょっとやってみようかなと思います。じゃあまず椅子とかをどけます。はい、じゃあ私ここに、せーの、あー大丈夫、あ落ちます。あ、コーヒーです。あ、ありがとうございます。そう、カフェリットさんのコーヒー、あのアイスコーヒーでございます。これ非常に美味しいですね。あの非常にあのコーヒーの、あの香り高いあのアイスコーヒーでございます。あのぜひ僕らの手の匂いもついてる。あ、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、いいんですよ、嬉しいですよ。はい、そんな感じです。して、はい、ウィンターテイルズという曲を今日はやりますけど、今日はちょっと歌詞があったりして、あの歌詞をちょっと見ながらとかですね、やる感じでいきたいと思うんですけど、まずちょっとイントロからいきたいと思います。はい、こういうイントロが流れます。このぐらいこんな感じのイントロが流れるんですけど、ここにももう振りがありまして、そこからご説明いたします。じゃあよろしくお願いいたします。ちょっとこれがないとどうも、あ、今日違う、ニューモデルあるんだ、これにしよう。おニューモデル今日はミランなんで、ちょっと赤と黒だから赤にしようって感じでですね。あ、そう、鶴の方が来ましたね。そう、それでですね、スタートしたいと思うんですけど、はい、イントロ、大体僕もこうやってライブの時押しながらやるんで間に合わないんですけど、最初の一発目のドカーンってとったらちょっとポイントがありまして、はい、まあちょっとやってみますね。おう、ノー、もう一回、もう一回この一発目ドーンって感じで、で、ユー、タン、ネン、これは横線、まあ、これ大体この曲の基本は横線、こんなの入るんですけど、で、はい、これをちょっと実践してもらおうかと思うんですけど、どうでしょうか。やります。で最初スタートすると、はい、ダーン、右足を前に出してダーン、ニャー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 、でワンツー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 ワンツ、はいはい、行きますよ。ワン、ツー。これですか？そう。本当？そう。え？そうそうそう、うまいうまい。かわいいね。はい。そう、はい、ここはもうど、この歌は、あの、冬の恋の歌なんで、であの冬をイメージした曲なのでですね、ちょっとあの北欧チックな感じで始まりたいと思うんですけどね、その冷たいシンセサイザーサウンドでありながらちょっと熱いところがあるっていう導入部ですね、ファンファーレですよね、これね、はいはい、うん、そういうところなのでちょっと派手にいきたいな、派手にいきたいなって思う。ちなみにこれ私じゃなくて、こうして、ああそう、ああこうした方がいいと思うんですよね。すごいですね、フランスの国旗かアメリカの国旗かわからないですけど、素敵、なんかハワイ旅行みたいな感じですね、ハワイ旅行みたいな感じ、いいんですけどね。さて、そこでそこから一番に入るんですけども、はい、さて次に、あ、ちょっと歌詞を見ていただきたいんですけど、このウィンターテイルズっていうのはですね、まあよく恋愛で考えるとですね、まあ近づきたいんだけど、うん、近づいたら壊れてしまうんじゃないかと、なんか近づけなくなるんじゃないかと、でそれを雪が手に落ちたら溶けるような、そういう儚さを表した楽曲のつもりです。本当僕はあの種明かしだから自分の歌詞のこととか言いたくないタイプなんですけど、ちょっとこれちょっと踊るにあたって、あの歌詞、僕はどちらかというと歌詞を斟酌しながら、うん、踊る振り付けをつけるタイプなんで、うん、そういう風にしたいと思うんですね。でそれでその1番の、はい、1行目、先ほどの1行目ですね、1行目、2行目、雪に隠した言葉まだ捨てられなくて、はい、離れていく君に惹かれていくっていう歌詞があるんですけども、うん、そこの部分をちょっとやりたいと思います。はい、はい、まだ音の前に行って、
テッテルテッテルテッテル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 テで、ここでもう半面になって雪に隠した言葉まだ捨てられなくて、まあここはフリーなとこなんで、まあこのままなんか余韻を残したとして、離れていく君に惹かれていくだから、離れていく離れていくんですよ。でだんだん君が惹かれていくんですよ。でこれを心臓のところに手をこう持ってって、君に惹かれてくっていう感じで、あのちょっとそういうイメージでやる。そういうイメージだ。なんだか離れて、惹かれていく、離れていく人にちょっと惹かれていっちゃうってい う, ていう、うん、そういうなんか対照的なことを、うん、あのこの動きの中で表したいなと思うわけなんですよね、うんうん、それがまず一発目ですね、うん、そしてその後ちょっとまあワン A メロワン、あ、ありがとうございます。いたずらな運命のスクランブルの上で、ただ僕らはすれ違っていくの。まずスクランブルって交差点のことですね、はい、いたずらの運命のスクランブルって、多分その、まあ、この人と人の関係がすれ違っていくを、うん、スクランブル、あの歩道橋じゃない、横断歩道で反対側と反対側から歩いていって、すごい真ん中の辺でクロスするっていうところですね、はい、そういうようなイメージでやってあるんですけども、そしてただ僕らはそのようにすれ違ってるのかっていう、あのそういうレトリックですね、うん、で、そのところの、あの振り付けなんですけど、はい、いたずらの面のところは、まあ、ちょっとまあフリーでいいです、この感じで。あ、さっきの横のステップ。そう、ワン、ツー、スリー、2小節はね、運命の、で、スクランブルっていうのが、これを僕はバッテンで表したいと思う。スクランブルの上で、マイク持ってたらこうかな、うん、あ、はい、スクランブルの上で、ただ僕らはすれ違っていくの。こういうことですか。いや、まあまあまあ、こういう感じで、手が、はい、あなたで顔が私ですね。すれ違っていくのみたいな感じですね。おこれをイントロのスタートが最初からちょっと繰り返してみるといいですかね。はい、おしてこと、なかなか動きたんですよ。あ、最初からそう上に立てるんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。雪に隠した言葉まだ捨てられなくて、離れてゆく君に惹かれてく、いたずらな運命のスクラムの上で、上出来ですね。上出来ですね。素晴らしいですね。これを会場の皆さんでやったらいいかなと思うんですけど、じゃあちょっとチャットを読んでいきましょう、はい、振り付けもいろいろと考えているんですね。ああ、そうですね、ちょっとやっぱり見てる人にちょっとなんか歌詞の意味ですとか曲の雰囲気が伝わればいいかなと思って、その演出っていうのは音楽とあの一緒になってるものだと僕は思うんですよね、うん、で覚えやすいですよね、振り付け。だからなんかスクランブルみたいなとか、すれ違うみたいな。これも最初から決まってるんじゃなくて、なんかいろいろ路上だとかで試してるうちにこういうのがいいんじゃないかって浮かんでくるんですね、僕自然に。結構あれなんですか、なんかいきなりやって、はい、なんかこうやっちゃうみたいな。そうですね、それとあの曲書いてる途中にあのなんかニヤニヤとしてしまうんですね、浮かんできてね。あ、こういう風にやったら、あ、これだみたいな。スペクタクルダーズメガネなんかそうだったんですけど、ね、あ、そうなんですね。これも機会があったらご説明したいと思うんですけど、あ、マー君、これマイカちゃん見間違いだということにしておこう。間違い、マイカちゃんです。、はい、ちょっとね、今日は青い羽を借りてお送りしております。そうそうそう、あ、ちょうど青い文字で一緒でね、よかったね。じゃあ、それで、はい、B メロに入るんですけど、はい、B メロなんですけど、北の空を包むポラリス、願い事をしたんだ、もう少しだけ夢から覚めないように、はい、北の空、あ、ポラリスって何かって、北、北極星ですよね、はい、北極星に対して、まあまあね、北海道から見たらきっとなんか北極星が一番そういう星に見えるんじゃないかなと思って作ったんですけど、うん、で、もう少しだけ夢から覚めないようにっていうのは、まあそうですね、恋をしている気持ちをですね、継続できたらいいなという。そのままでいたい、ちょっとそのままでいて、うん、そういうのをなんかね、悟られてなんか寒くなってしまってはいけないのでね、っていうような感じね、うんうん、まあね、皆さんもそういうの経験あると思うんですけど、まあいいです。それで、はい、どういう振り付けなのかっていうと、
北の空、まあなんか北の空を北の空のを包むポラリスみたいな感じで、はい、北極星に向かって、うん、指さす感じ、指を指す、そして願い事をするんですけど、はい、願い事をするのでやっぱ顔もちょっと厳しい顔なんですから、そういう感じですか、願い事をしたそれで眉間の間にその指をですね、持っていくわけです、はい、この2つはちょっとなんつこの動作は結構静止している動作だから、うんうん、これでアクセントつけるためにこの次のもう少しだけはちょっと勢いを持ってですね、この胴からもう少しだけ夢から、はい、そうそう、で、まあ、夢から覚めないようにはなんか自分の赴くままの感情でいいかと思います、うん、夢から覚めないようにっていくんですね、うんうん、でその後決めがあるんですけどこれ難しいんです後で説明します、はい、じゃあ途中からいきましょうか、はい、ポラリスからですか、そうです、はい、ちょっとその途中のあたりから、僕らはすれ違っていくの、北の空を包むポラリス、願い事をしたんだ、もう少しだけ夢から覚めないように、そして夢から覚めないようにがあるんですけど、はい、ここからサビがあるんですけど、サビに行く間のフレーズが、はい、2小節決めがあるんですけど、はい、そこでサビに入るんですけど、うん、そのサビのところに爆発するための前動作があるんですね、はい、爆発、そうですね、夢から覚めないよ、ワン、ツー、スリー、これ1、2、3でいくんですけど、まず腕を下に伸ばす、はい、1して上に、して3で、右膝を地面につける感じで半身になるような感じですね、はい、で4でジャンプして、4でジャンプ、うん、ドーンっていく感じですね、はい、その4の時の、4拍目でサビのタダーっていうのがダウンが入るんですよ、はい、つまりワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ダダーっていうことになるんですよ、そして、はい、最初のイントロのステップのもっと激しくした感じのロゴステップがあるっていう感じになるんですけども、ちょっと置き去りになってしまいましたけど、あ、暑いな、見てるだけで暑い、あ、すいません、暑いですね、ちょっとね、暑いですよ、僕たちも、ちょっと汗かいてきましたよね、あ、ほら、魂こもってますねって、 ありがとうございます、あ、魂、そう恋の歌は実際体験ですか、ちょっと答えにくいと思いますが、どうだろう、何個かの、やつの、なんていうんですかね、平均値を取ったような感じの曲ですね、多分ね、あんまりうまい答えじゃないですね、そう、で、ちょっと実践してみます、あ、大丈夫、なんか来ました、大丈夫、いや、ドヤ顔って言われてます、あ、僕ドヤ顔するらしいんですよね、けど2人でドヤ顔ね、どうなんですかね、これね、まあいいや、ちょっと待ってください、今のちょっとやってみたいなと思います、はい、もう僕らはすれ違っていくの、空を包むポラリス、願い事をしたんだ、もう少しだけ夢から覚めないように、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ただまだ胸の奥に使えた、はい、この、はい、4小節、サビの4小節までは、まあ、そのボーンっていった勢いのまんまでいくんですけども、はい、じゃあその後歌詞を見ていただきたいんですけども、はい、あ、よろしいですか、それすいません、4個目のパッセージですね、ただまだ胸の奥で使えた月というたった2つの音で触れたら消えてく雪は手のひらにウィンターテールズ、はい、はい、冬物語だからウィンターテールズなんです、冬の物語なんです、これウィンターテールズ、幻覚なんですよ、まあいいや、はい、でそういう計られる歌なんですけど、うん、ただまだ胸の奥で使えたのところは今横ステップのままですけど、はい、好きっていうのを何か表現できないかなと僕考えたんですね、歌ってる時に、うんうん、これを手でハート型を作る、好きというって感じ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、これマイクを持ってる時は
ワンツースリーフォーワンツースリーなんですけど、こう、はい、好きというたった2つのたった2つの音で、ただ2つって言ってもなんかあれなんで、ちょっと恥ずかしいかなっていうところで顔を隠す感じ。2つの音で、そうで、はい、その後に触れたら消えてく雪は手のひらにっていうところがあるんですけど、はい、触れたら消えてく何か、うん、なこれはねアドリブなんです。アドリブっていうか、うん、やることは決まってるんですけど、その会場によってものがあるもの違うじゃないですか。その触れたらなんか触れてみるんですよ、何でもいいから、うん、触れてみてあ溶けたなっていうところを感じるような、うんうん、まあお客さんがいたらお客さんに触れてもいいのかもしれないですよね、こういうことですよ。ああこういう感じ、そうそうそう、あーみたいな感じですね。ランカーのポーズですか。あ、あ、ランカーのポーズですね。ランカーのポーズって何だっけ。あ、そう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 。これじゃなくて、うん、これですね。これこれこれ。ティースです。うん、はい、で、マイクちゃんにペタだって。します？いやいや違う違う。触れたら解きます。触れたいんですよ。あのマークさんは。ぜひ来てください。うんうんうん、そうそうそう。はい。じゃあその部分して最後、うん、ウィンターテールズもうサビその曲の絵を言ってるわけですから、うん、もうこれは華々しくみたいな感じで、そして2番に入っていく、さっきのイントロに持っていくんで、はい、テールズってだんだんですね声があのマイクから離れていく的な感じになっていくわけですね、うん、そのフェードアウト感と手のこのテンションの高さが手の高さで、みたいな感じになるかなと思うんですけど、どうでしょうかね、ちょっとこれを実際にプレイしてみます。もう少しだけ夢から覚めないように、ただまだ胸の奥で使えた好きというたった2つの音で、触れたら消えてく手の部屋で見たって。って感じですね。あ、ちょっと一つ説明を忘れてました、はい、触れたら消えていく雪は手のひらにっていう、そうそうそう、その部分ありますよね。その部分を手の、はい、上げた手を触れたら溶けていく雪は手のひらにで手を上げるんですね、はい、にって言ってる時にワン、ツー、スリーって手を体現する、はい、でウィンターテールズ、ね、ウィンターテールズ、ええ、はい、そういう感じなんですね。でどこが皆さんと一緒にやったらいいのかな。これでもこれ皆さんとやるのもちょっとなかなか多分スキーというとかがいいと思う。そうですね、これの方がいいですよね、でこのなんかあの踊りだけ見てって多分音聞いてないとすごいなんか能的な曲に見えるんですけど、割と暗い曲だっていうね、ところもあるんですけど、そんな感じでなんですね。これ一番ずっとじゃあここまで繰り返してやってみたらいいですかね。そうですね、じゃあ最初からやりますか。いきますか、よーいスタート。ウィンターテール、ワン、ツー、スリー、フォー、割とこの上半身もアクセントつけて、雪に隠した言葉まだ捨てられなくて、離れていく君に惹かれてく、いたずらな運命のスクラブルの上で、ただ僕らはすれ違ってゆくの、北の空を続くポラリス、願い事をしてんだ、もう少しだけ夢から覚めないように、ただまだ胸の奥に使えた好きというたった秘訣の音で、触れたら手のひらで Win the Tales。 そうで、はい、Win the Tales 伸ばして、うん、
2小節伸ばしたとかな、キックノカットがドン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 っていくんで、はい、これに対して一緒に合わせてなんか相撲の四股のような感じでドンドンドンって感じ、あの某芸人みたいな感じ、あ、そう、某芸人みたいな感じ、こういう感じですかね、そう、こういう感じで行って、はい、行ってまたあのイントロのところに戻るわけです、うんうん、てる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 、こんなところでまだ時間大丈夫ですか、大丈夫ですか、 OK ですね、よし、もうちょっとやろうか、はい、本当は一番でやめようかなと思ったんですけど、僕説明がくどいから、ああ、ほら、下の方に、そうですね、これが、そう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 、その芸人さんですね、そうそう、その芸人さんです、はい、あの、こぶちゃ使わない感じですね、はい、そして2番に移りたいかと思います、今のその芸人さんのやつやった後に2番が始まるんですけど、はい、凍る水辺の色に染まる瞳の奥、うん、僕は知らない誰を見ているの、まあ、これは多分あの対象の相手のことを自分の中で妄想していることだと思うんですけども、はい、凍る水辺、それを冬の風景に、凍る水辺、凍る水辺ですね、はい、水の、 あの池とか沼が凍って、はい、冬凍ったらね、あのワカサギ釣りとかすると思うんですけど、はい、あのそういうあのクリスタル感があると思うんですけど、あのそういうところですね、あの、はい、を神秘性を持って作ってる歌詞なんですけどね、はい、で凍る水辺のどんな風に表現するかというと、凍る水辺の色に染まる瞳の奥、まあ これは、まあ、ちょっと目を簡単になんか、はい、あの指し示すような、こう、まあ、横揺れながら、凍る水辺の色に染まる瞳の奥って言って、僕は知らない誰を見ているのみたいな感じで、誰を見ている、っていう風に、まあ、ここはそこまでかっちり決まってないですね。で、うんうん、ここはうまくだから目のところを重視して横動きする感じ、誰を見ているの、これなんかこれ、ね、そのそれぞれの人の、うん、あのなんていうんですかね、そういう感情をうまく、まあ、あの、うん、やっていいと思うんですよね、ちょっと訴える感じでいいかなと思うんですよ、うんうんうん、なんかマイクないのにマイク持ってる感じになんなのかなみたいに思ったりしてね、いいと思います、そしてその次の、はい、行ですね、次、はい、白い雪に映るプリズム、七色に揺れてる君の心の色、うん、離せない、あ、探せない、僕は立ち止まる、ここちょっといろいろポイントがあるんですけど、はい、まず白い雪に映るプリズム、あのあれですよね、あのなんか虹みたいな模様が雪に映るような感じ、うんうんうん、七色はだからまあ男性から見たら女性の心、女性から見たら男性の心っていうのはなかなか読めないのを、うん、まあいろんな色に見えるんだろうなというつもりで作ったんですけどね、そうそう七色、はい、で、に揺れてる君の心の色を探せない僕は立ち止まる、だからまあね、そのままのズバリですよね、気持ちがわからないからどうしていいかわかんない、うんうん、そういう、まあ、迷いをちょっと持ったみたいな感じなんですけど、はい、そういうような歌詞です。でこれをどう表現するかっていうところなんですけど、はい、あ、お願いします。白い雪なんか僕はあの白い雪の軽減をちょっとあの新雪がねたくさんねある地平線をちょっと思い浮かべてみたらいいかと思います。白い雪に映るプリで映るプリズムが映ってあの虹がかかってるわけだから、うん、なんかこう虹みたいな感じに目から見るとなんかチラチラしてると思うんですよね、はい、これをこういう風に表現してる、白い雪に映るプリズム七色に揺れてるって感じで揺れてる、またここでここの中から君の心の色わかんないっていうからちょっと君を指してみようとか、七色にだんだんこの揺れるのが速くなってる、はい、七色に揺れてる君の心の、ちょっと始めちゃったごめんなさい、大丈夫です、っていう、はい、感じ、ちょっと熱くなっちゃいましたね、探せない僕は立ち止まる、探せない僕は立ち止まるで、これ あの1番と違って、はい、サビに行くのにちょっと長いんですよ、うん、そこを僕は立ち止まってるのでこうロボットダンス的な感じですね、小刻みにステップを踏みながら上体は動かず、はい、首も動かずで、こういう感じ、ワン、ツー、スリー、フォーで、またさっきの1、2、3の決めをやらなきゃいけないんで、それの直前に首を上げる感じ、こういって上げてして、ワン、ツー、スリー、タラーみたいな、そう、はい、ここの止まってるけど動くっていうね、はい、緩急をつけたいと思うんですね、はい、でこれをちょっと、うんうん、やってみますか。じゃあどこからやるの。ちょっとですね。はい。あ、じゃあ2番の頭から。さっきの小島アース。ああ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。
凍る水辺の色に染まる瞳の奥、僕は知らない、誰も見ているの、白雪に映るプリズム、七色に揺れてる、君の心の色探せない、僕は立ち止まる、まだ胸の奥に残した好きという、はい、ここまでで、はい、2番と1番は旅がちょっと違います。おお、2番は2つでしたね、言葉、はい、2番はですね、よくこれ見てもいただきたいんです。1番は、好きというたった2つの音、うん、好きって音2音ですね、日本語で言えばね、はい、好き、2音だけど、2番の旅はですね、好きっていう言葉はたった一つの言葉なんで、たった一つの言葉だから一つということを表すような、振り付けをしたいなと思うんですね、はい、で触れたら溶けていく雪は手のひらにっていうのはまたこれは同じような、感じでいいかと思うんです。触れたら溶けていく、はい、そう、そしてここからサビもう一回繰り返してあのエンディングの展開に持っていくような形になります、はい、そう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 、なので、サビをもう一回繰り返されるということですね。なので先ほどと同じような踊りにします。ちょっとあの最後のウィンターテールズはちょっと大げさな感じ。これですか。そう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 、はい、でウィンターテールズ2回言いますから、はい、ウィンターテールズ、チェー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 、今度右の客、最初右の客に愛情を示しましょう、はい、次左の客にウィンターテール愛情を示しましょう、はい、そうすると全方位、みんな僕、みんな私たちのことを見たいんだと思いますから、皆さんもね、ライブで大切なこと、僕思うのは一人一人の顔を見て、一人一人と目でコミュニケーションすること、はい、あの僕はそれはもうね、あの心の支えなんです。そうそうそう、はい、そういうようなことを思いながら、今のところをもう一回ちょっとプリズムのあたりからやりますかね。あ、うん、そうしましょう。プリズムから。あ、違う。違う。染まる瞳の奥、僕は知らない。誰も見ているの。白雪に映るプリズム、七色に揺れてる。心の色探せない、僕は立ち止まる、これこっち見て、ただまだ胸の奥に残した好きという、たった一つ、たった一つの音で触れたら雪は手のひらに、もう一回、ただまだ夢から覚めれないで、好きというただ二つの音で、今度は触れたら壊れてく冬の物語、見たでいれってことは、じゃあもう、はい、ウィンターテイン、 OK ですね、いい感じですね。おちょっと手のひらにの前蔵さんがうまくできませんでしたけども、手のひらに、そうそうそう、はい、まあ、それがあるということね。あとあのちょっと歌詞が若干変わってるというところ、うん、ちょっともうこれ割愛しますよ、はい、そして、うん、ここから別な展開になるんですね、はい、第二主題が出てくるんですよ。あのここからエンディングに向かっていくんですけれども、ここがですね、この曲のですね、多分一番重要なポイントなんですけど、見せ場みたいな、見せ場なんですよ。これね、はい、歌詞の方よろしいですか。一番下の方の段なんですけど、ウィンターテールズ、隠した言葉、そばにいるのにでも届かない冬物語、冬物語、これをループされていくところなんですけれどもね、この時に、うん、まず後ろ向いちゃうんですね。あんまりよく小学校の学芸会で舞台からお尻を向けてはいけませんとかよく言われるんですけど、これはもうあえてお尻向きますね。後ろ向けて、はい、ウィンターテールズというところで、はい、でですね、
こあのまず右手の方をですね、右手を顔に近づけて、はい、そしてこのまま後ろを振り向いて隠した言葉、これで隠した言葉、うん、そうだから隠した言葉って言う前まであげない、はい、隠した言葉みたいな、隠した言葉、うん、ウィンターテル、そばにいるのに、そばにいるのに、大体、ね、初めて見た人にこの動作をするっていう予想ができないので、もうこれは匂わせないでやります。もうちょっと一回です。ウィンターテル、そばにいるのに、ウィンターテル、冬物語。ウィンターテル、隠した言葉。これまあ中ぐらいの動きで、そばにいるのに、ウィンターテル、でも届かない。ウィンターテル、冬物語。これをもう一回今度繰り返さないんですけど、はい、今度は2ステップします。あのウィンターテル、隠した言葉。はいはい、ちょっと最後大げさになる。ウィンターテル、そばにいるのに、ウィンターテル、冬物語でまた静止して、はい、さっきのロボット的な踊りで、最後でジャジャンと終わるところで君顔をして、まあドヤ顔でもいいんですけど、ドヤ顔ですね、終わると任せてください、まあ、はい、そうですね、そういう感じの放送なんですけど、どう皆さんいらっしゃいます、なんか全然チャットよろしくお願いします、はい、あ、ご飯食べてきます、あ、そうですか、そうそう、コロッケさんのロボットダンス、そうそうそう、それ近い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 んですよ、マー君さん、なんだこれ、これ上でいいのかな、はい、上にそれあればいいですね、スクロールしませんね、まあいいや、はい、そうですね、緩急大事なんですよ、それからそう、ご飯食べ、あ、ご飯食べてきてください、ちょっと行ってらっしゃい、実はこっちもなんか、リットさんバーベキューみたいなのやったりしてましてですねちょっと匂いが来そうな感じなんですけどね、会場行きたかったな、本当ありがとうございます、いいこと言いますね、あ、嬉しいですね、まゆかちゃんの疲れが見られるような、疲れてる？いや疲れてはいないですけど、暑いから、ちょっと暑いですね、ちょっと汗っぽくなってきましたね、ぺったんこになってきました、おしむばりのハードな徳能さんの特訓です、いやもう熱気がすごいですよ、本当、あの理屈っぽいところのおしむさんみたいですね、本当に皮肉っぽいところとかね、そうで、ここの最後のポイント、これを、はい、この曲の一番おいしいところ、ここで絶対みんなのハートをつかめますから、っていう感じのあれですけど、ちょっといきますか、はい、2回目、そして、はい、後ろ向く、ウィンターで隠した言葉、そばにいるのに、もう一回やります、でも届かない、古い物語、隠した言葉、ウィンター、そばにいるのに、さすがにアフリートもしたから。でも届かないインターで古い物語、インターで隠した言葉、いつまでそばにいるのに、だけど届かない、いつまで古い物語、正面がガス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 コロッケさんですね、ドヤ顔 OK ですね、こんな感じの一曲なんですけどね、これを一回一曲繰り返す時間があるんですか、どうでしょう、大丈夫ですか、これちょっと最初から繰り返して、これなんか永久保存版じゃないですけど、まあ、もしアーカイブスの方で見るんでしたら、後で踊りを覚えていただけると、そうですね、みんなで練習していただいて、嬉しいかなと思っちゃったりするんですけどね、じゃあ一曲、最初から一曲通して、一曲通してやりますか、はい、いきますよ、よーい、ポチッとな、ウィンターテール。ワン、ツー、スリー、フォー。雪に隠した言葉、まだ捨てられなくて、離れて。視線も遠くから。少しだけ夢から覚めないように、
リーみんなでマイクだんだん離すようになって、そしてまたサイドステップで、はい、サイドステップで2、3、4、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、凍る水辺の色に染まる瞳の奥、僕は知らない、これだけ人誰も見ているの、七色に入れてます。君の心の色探せない、僕一度止まっちゃう君がよ、ワン、ツー、スリー、ただまだ奥に残した好きねという一つ口に持ってるシーって触れたら消えてく勇気は手のひらで、もう一回いきます。ただまだ夢から覚めれないで、好きというこの使って二つの音で触れたら壊れてく湯の物語、右のお客さんにウィンターテイルを、そして背中向けたって、ウィンターテイル、隠した言葉、ウィンターテイル、そばにいるのに、ウィンターテイル、でも届かない、もう一回言って、冬物語、ウィンターテイル、はい、正解、そばにいるのに、でも届かない、冬物語です。ちょっと2号ずつ、隠した言葉、そばにいるのに、でも届かない、冬物語、また停止する感じ、決め顔 OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。何の番組なんですかね。あの、一つ私言っときますけど、ミュージシャンですからね、この曲全部作曲して自分で聴いて全部録音してるんですよ。言っときますね。あれなんですね、冬の歌なのにこんな暑い歌なんですね。全然暑いんですよね。すんごい暑い。そうなんです、ちょっと座りたいんで、なんか椅子出しちゃうんですけど、じゃあ失礼しますか。あ、すいません、もうこの、あのですね羽の跡はですね、すごいもう鶴の恩返しが、羽がたくさんありました ね、 ですね、もう共同募金にしたいぐらいですね。手帳のしか落ちてないですね。あ、そうですね、あれ使い慣れてますからね、もうあれまだこっちは使い慣れてないですから、ね、さてさて、ちょっと寄せまして、寄せまして、ちょっと、あ、ありがとうございます。あ、ちゃちゃ、ありがとうございます。自分で拍手と、これだけ動きながら歌うのはすごいですね、かなり大変。うん、大変かもしれませんね、うんうん、だからやっぱり普段からフィジカルを鍛えるというのは大事かもしれないですね。すごいですね、うん、1曲でこんなに踊るんだから、もう何曲もやってるから。そうですね、でこの曲大体勢いがいいので最初に持っていくことが多いんですけど、うん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 、絶対掴みたい曲だから、羽も色のいい色の羽を使ったりするわけです、うんうんうん、絶対掴みたいので、でみんなが歌ってもらえたらいいかなと思ってやるので、その動き方は、いいかなって感じなんですけどね。ちょっとハードかもしれないですね。ね、かなりハードですね。でもこれ皆さんやったらエクササイズになるかもしれない。いや、これは本当きますよ。で、うん、そんなに無理でないし、僕そんなにダンス上手くないから、そんな複雑な行動もしてませんので、うん、いいのかなと思うんですよね。で、問題はやっぱり楽しいかなってことなんですね、これが。いや、見てて結構動いたけど、うん、やっぱ楽しいですね。うん、だから、そうですね、そうだったらすごい嬉しいんですけれども、なんか巨匠とか言っていただいて、俺、私もすごいあれなんですけどね、なんですかね、心苦しいというかですね、いやいやいや、恐れ多い感じでございますけど、いやいや、巨匠ですから。なんかもう前回 の放送で動かないと僕じゃないみたいなところがあったんで、ちょっと今日はちょっと存分動けたんでちょっと嬉しいんですけど、今日は前回の分まで動きましたか。あ、動きましたね。でまたここですね、今はですね、締め切っておりますので結構ね暑いですね。蒸してます。蒸してます。熱気だと思うんです。見てる人も多分暑くて眠いかもしれませんけど、はい、あ、変幻自在のパフォーマー、いい運動になるんじゃない、まゆかちゃん。いい運動かな。そうですね、結構な運動です。
フィジカルという言葉はサッカー好きならどうしても口から出ますよね。そうなのね。フィジカル。フィジカルですよ。昔はオリビア・ニュートン・ジョンという人も歌ってましたけどね。ねまあ言っても分かんないかもしれない。分かんないです。フィジカル。まあいいや。で、そんな感じですね。はい。どうですかね。今日皆さんどうでしたかね。これなんかできそうですかね。でもこれ私多分動画見たら皆さん動けると思うんですよ。こういうのとか、こういうのとか、すれ違ったりとか、ちょっと自分もこれ今回ちょっと人にこう一緒にやってみる、見てる方と一緒にやってみるっていうことを考えたときにすごい自分の勉強にもなりましたね、結構曖昧にやってた部分があったんですけど、そこがすごいクリアになった感じがするんで、なんかこれもちょっとまあね、こればっかりやってるのは問題かもしれませんけど、たまに何回かに1回ちょっとこういうことをしてみたいなと思うんですよ。で、我々もちょっとこういうのライブでやっていけたらやっていきたい気もちょっとはするんですけどね。まあ曲とかいろんな曲ありますんで、僕の、はい、これであの、あ、はい、あジュンさんが PV みたいなのを作ってください。ああ、誰か作ってください、本当に。でも作ったらやっぱ分かりやすいですよね。そうです、僕も作りたい。あの踊り覚える的な、なんかあのビデオみたいなのがあると面白いかと思うんですよね。ということで、運営さんよろしくお願いします。そう、PV、そう、PV、PV、DVD はもう作ってください。あ、そうそう、あれをやりましょう。あ、そうそうそう、はい。次回の。次回の告知。次回の告知です。ですね。次回ですけれども、たぬき工事の一丁目、たぬき工事ですね、毎年ですね、最終土曜日にたぬき工事祭りという形で、はい、1丁目から7丁目までナイトバーゲンというのが開かれます。たぬき工事ナイトバーゲン、はい、たぬき工事ナイトバーゲンです、はい、いろんなところで出店があるんですけど、その、よくこの札幌ネットテレビさんだと安西恵里さんが放送してますガッチャさんの前で、実はステージを組んで、いろんなアーティストの方が出ます。それで私も、参加するんですけれども、そのたぬき工事ナイトラバーゲンのライブ、多分夕方4時間ぐらいから4時ぐらいから8時ぐらい9時ぐらいまであるかと思うんですけど、これ私も参加しますので、私多分ね、多分最後の方だと思うんですよ。だからちょっとこれ期待しててください。それで次回の放送のことは OK。 そうで、次回の放送はもう最初に言っておきますけど、7月28日に行います。はい、でこれはですね、葉月さんの方が、外からライブ中継をする感じなんですけど、 その中でもちょっとこのナイトバーゲンについて触れる、ライブね、ナイトバーゲンのライブについてはちょっと触れていきたいと思います。そう、するので私が、そう、それと応援していただきたい、ね、安西恵里さんも出ますんで、ぜひぜひちょっと応援していただきたいので、どうかよろしくお願いします。番組ともどもね、あとなんかということで、やっぱ皆さんも来ていただきたいんでね。私も行くんで、ぜひ来てください。そうそうそう、まゆかさんに会いたい人とか、そこの場で中継してるので、まゆかさんを応援する気持ちでもね、来ていただけるとすごい嬉しいと思うんですよ。いやけどやっぱり徳能さんのことを生で見た方がいいと思う。だからやっぱりみんなで見に行きましょう。2人で会いますので、ですね、結構これは楽しめると思う。あ、皆さんありがとうございます。私その日行くやつが、あ、行けますよ。嬉しいですね。来てください。その時に徳能さんに話しかけます。話しかけてくださいね。話しかけますって話しかけてくれない人結構多いんで、はい、そう、皆さん、あ、これ何時に行けばいいですか。具体的に教えてほしいです。ナイトバーゲン何時だろうな。ライブのスタートは4時ぐらいからだと思うんですけれども、私が出るのはおそらく7時半とか8時とかそのあたりかなと思います。まだかっちりとは決まってないんですけど、後半の方に出ます、私は。はい、行けるかな。行けるはずなんだけど、来てくださいよ。来てほしいですよ。特にそう、あずきさんのなんか応援もしていただきたいんですよ、僕ね。それ番組ですから、これみんな参加する番組なんで、参加型の番組、みんなとそう触れ合いたい感じがするからね。そうですね。そうそうそう、うん、今日なんか視線全然俺見てなかった、余裕がないんだよ今日ね。動いてばかりだから、なんかもうこれがかっこ悪い状態になってますけどね。そんな感じで、次回の放送は珍しく告知しましたね。次回の放送は7月28日の何時からでしたっけ。放送まだ見て、まだ見て、放送時間未定ですけど、おそらくこのぐらいの時間だと思いますので、これはツイッターでまた、そうですね、ツイッターの方を見てください。やりますんで、はい、とにかく28日は開けといてください。28の土曜日です。入場無料です。はい、もう来た人俺 CD 安くします。言っちゃった言っちゃった言っちゃった。あ、そんな感じで、はい、
あとガッチャさんの方で僕の CD とか販売してますので、あと音楽どころさんでも販売してます。あと無料配布の音源も置いてますので、あのこれも大サービスしすぎなんですけど、10曲入りの無料配布音源なんですよ、ね、全部途中で切れるっていうね。あ、本当ですね、無料お試し版がありますので、もしよければ見てやっていただきたいと思います。はい、当日私は黒い帽子をかぶっていきます。一応目印にだそうです。わかりました。あの席が多分あると思いますので、あの多分前の方とか座れると思いますから、はい、ぜひ来ていただければ嬉しいです。また横っ腹触られちゃう感じするけど、あ、私ですね、ジュンさんの横っ腹また触っちゃいますので、触ってぜひ来てください。あ、本当ですね、横っ腹は男の人で結構なんか嬉しいですよね、けど皆さん結構来てくれるんですね、うん、そうですね、嬉しいですね、うん、ちょっと私も頑張んなきゃいけないですね、うん、あのちょっとあのいろんな人出ますんで、あのラウフェンさんとか有名な人も出るんで、ちょっと、うん、あの楽しみにしててください、はい、あの私も負けないように頑張りますんで、以上、そんな感じですかね。告知は終了で、はい、あとはなんか告知あります？特に告知は今は次の番組とか、次の番組ですか？自分の、あ、次の番組は私はちょっと残念ながら自宅で配信するのでよろしくお願いします。毎週水曜夜9時からマイカフェ放送局始まってますので、よろしくお願いします。またお店でやってほしいとかっていうリクエストありましたら、ぜひぜひぜひ来て、ぜひ。じゃあ、あとこれ結構やると思うんで、これからも、うん、あの皆さんとね、あのライブみたいな感じで楽しめたらいいなと思います。今日ちょっと色付きの服じゃなくて申し訳なかったんですけど、また違うまゆかさんが見られたんじゃないかなと思います。はい、ジャージです。あ、ぜひ抱かせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんとお会いしたいです、僕も。まゆかまゆかなんて書いてありますね。まゆかしょぼんです。しょぼんですね。しょぼんじゃダメですよ、本当に。借金します。借金顔の真似はできないですよ、借金のね。ちょっと長くなりました、大丈夫ですか。そんな感じで、はい、次回の放送は進めていきたいと思います。ちょっと今後もこの番組に関しましては、皆さんの要望に答えたり答えなかったりしながら進んで転がっていきたいと思いますので、何かやってほしいこととか、うん、リクエストとか、そうそう、リクエストとか、うん、何の曲がやりたいとか、うん、どういうライブが見たいとか、うん、どんな形で放送してほしいとか、うん、あったら何かアイデアを、ね、ぜひ私たちに共有していただけると、はい、無料のものができると思います。そうですね。なんか実際来ていただいて、なんかお話していただいても結構です。はい。もう私たち慣れてますね、その。そうですね。そんな感じで、あ、締めな感じですかね。はい。はい、そんな感じで今日はお届けしましたが、まあちょっとこのインターテイルズの振り付けを覚えていただけたら嬉しいかと思います。はい、我々もそのうちなんかやりますので、絶対楽しみにしていてください。はい。はい、では今日はパフォーマー天国カッコカリ、はい。第2、アクト2。今日で終わりたい、あ、これで終わりたいと思います。はい、皆さん、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。あと、一つの音で。